レオナルド・スピナッツォーラは、イタリア・ウンブリア州、ペルージャ県、ホリーニョ出身のサッカー選手。エース・ローマ所属。イタリア代表。ポジションはディフェンダー。AC ・シエーナの下部組織出身で、2010年に、ユベントス FC のプリマベーラに、レンタル移籍した。2012年6月に、ユベントスが、保有権の半分を40万ユーロで買い取った。2012年7月に、 セリエビーのエンポリ FC にフィリッポ・ボニッペルティと共にレンタル移籍した。2012年9月1日のノバーラ戦でリーグ初出場を果たしプロデビューした。9月15日、エース・リボルノカルチョ戦でプロ初ゴールを挙げた。エンポリでは7試合の出場に止まり、レンタル契約は半年で打ち切られ、2013年1月に SS ビルトゥスランチャーの1924に レンタル移籍した。ランチャーノでは3試合に出場したがすべて途中出場だった。2013年8月10日、フルスの AC、シエーナにレンタル移籍した。AC シエーナでは定期的に出場機会を得て24試合1ゴールの成績を残した。二千十四年六月、ユベントスと AC シエーナで共同保有契約が更新されたが、七月に AC、 シエーナが破産したことでユベントスは無償で残りの保有権を獲得した。2014年8月11日にセリエ A のアタランタ BC にレンタル移籍した。8月23日、コッパイタリアの AC ピサ1909戦で移籍後初出場を果たし、この試合でゴールも挙げた。8月31日、エラスベローナ戦でセリエ A デビューを果たしたが、 リーグ戦の出場は2試合に止まった。その後、ビテンツァ、ペルージャへのレンタル移籍を経て、2016年7月7日に、再び、アタランタ BC に、レンタル移籍した。ジャンピエロがスペリーニの下で、レギュラーに定着し、クラブの4位躍進に貢献した。2018から19シーズンより、ユベントス FC に復帰。背番号は、アタランタ時代と同じ37番。 2018から19シーズンの前半戦は、負傷により出場がなかったが、2019年1月12日、コッパイタリアのボローニア FC 戦で、ユベントスでの初出場を果たした。3月12日、UEFA チャンピオンズリーグのアトレティコマドリード戦で、チャンピオンズリーグデビューを果たすと、チームも3から0で勝利し、逆転での準々決勝進出を決めた。 2019年7月1日、AS ローマに移籍金2950万ユーロで移籍し、4年間の契約を締結した。この移籍と同時に、ルカペ・レグリーニが AS ローマから、ユベントス FC に移籍した。2020年1月、マッテオ・ポリターノとのトレードによるインテル・ミラノへの移籍に近づいたが、インテルがスピナッツオーラのフィジカルコンディションに満足しなかったため、 最終的に交渉が決立し、ローマに残留した。2017年3月28日、オランダ代表との親善試合で、イタリア代表デビューを果たした。2021年の UEFA ユーロ2020では、グループリーグ初戦のトルコ戦と、決勝トーナメント1回戦のオーストリア戦で、マン・オブ・ザ・マッチに選出される活躍を披露した。しかし、準々決勝のベルギー戦で、 左足アキレス剣断裂の重傷を追い、代表チームを離脱した。なお、イタリア代表はその後も勝ち進み、最終的に53年振りのユーロ優勝を果たしている。スピナッツオーラは準々決勝までの活躍を評価され、大会ベストイレブンに選出された。ありがとうございます。